米の美味しさを競う国内最大の大会、米食味分析鑑定コンクールの都道府県代表お米選手権部門で金賞を受賞した他力本願株式会社取締役で農家の梶原雅史さんの4人が8日県庁を訪れ、中村時弘知事に受賞を報告しました。大会は去年山形県で開かれ、梶原さんのニコマルが金賞16点のうちの1つに選ばれました。他力本願の受賞は2年連続です。8日は受賞前のおにぎりを中村知事が試食し、米だけでこれだけ食べられてしまうなどと味を評価していました。他力本願は西予市の若手稲作農家4人が2013年に始めた宇和の男米プロジェクトをもとに2016年に株式会社化し、みかんの搾りかす肥料を使うなど品質にこだわった米を生産しています。愛媛、西予市宇和町のお米が全国に通用するということがある意味証明されたということで、大変嬉しく思っております。普段の食事にちょっとこだわりたい方が少し、美味しいもの、豊かなもの、豊かな気持ちになるということで、広くですね、いろんな方に食べていただきたいなというふうに